こんにちは、タンバリン山本です。ニコニコ動画リさあ、ということで今回もニコニコ動画リの方を見ていきたいなと思います。まあ、前々回が2007年、その次が2008年って感じでね、その年ごとにやっていきたかったんですけど、めっちゃやってない。2009年、2010年、2011年はやれませんでしたね。ごめんなさい。テンポ早いっすわ、ニコニコさん。せめて1週間くらい欲しいよね、その年ごとのやつ。ということで今回は2012年のね、ニコニコ動画で人気になった動画見ていきたいと思います。では早速見ていきましょう。3、2、1、YO!サンディエゴ。オッケー。ということで早速見ていきましょう。まず見る動画こちら。階段新耳袋実況。懐かしいですね。これ昔動画で見たことあるんですけどね。久々にこちら見ていきたいと思います。スタート。皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。始まりました、階段新耳袋実況。今回はこちら、姿見という話を見ていきたいと思います。はい、姿見実況は私、アルティメットハイ。アルティメットハイ、現代の心霊現象と手軽にできて美味しいおつまみに詳しい中島教授に中島教授とアルティメットハイや、懐かしいな。中島教授がいい味出してるんですよ。美味しいおつまみに詳しい中島教授にお越しいただきました。こんばんは。こんばんは。カニクリームコロッケが大好きです。卒業。ああ、カニクリームコロッケ美味しいですよ。モノローグが入っておりますので聞いてみましょう。その日、久しぶりに学校へと足を踏み入れたのです。うん、いいハーモニカですね。そっちか、ハーモニカかい。 BGM の方注目してる。いいハーモニカですね。ユズの片方が吹いてる。ドラマとか出てた方ですか。いや、よく知らないです。3年間あっという間だったな。あっという間だ。まあ、でも一通りやることやったし。やること、やること、これはそういうことなんでしょうかね、中島さん。そういうことでしょう。そういうことじゃないやろ。この実況と解説マジ適当やからな。これはそういうことなんでしょうかね、中島さん。そういうことでしょうね。まず間違いありません。この後の展開が見ものです。いやだな。それにしてもこの2人全くドリブルはしませんね。バスケじゃないんで、このクソ煮込みうどんにおいてはドリブルは禁止。クソ煮込みうどんだ、懐かしいぜ。買えばこれバスケじゃなくてクソ煮込みうどんやったわ。クソ煮込みうどんにおいてはドリブルは禁止されてます。クソ煮込みうどんという名の競技なんですね。2人ともかなりの手だれですね。さあ、吸い込まれるようにボールが体育館倉庫の中へ。2人とも物不思議な視線を向けている。この後濡れ場来ますよ。濡れ場。そういうことは体育倉庫でファッキン。体育倉庫でファッキン。やり残したことやりに行くね。おい、やめとけよ。静止を全く聞きません。おい、薄暗く不穏な空気に包まれております体育館倉庫。その中でもひときわまがまがしい気配を醸し出すそり立つ壁。そり立つ壁じゃん。じゃ、助けちゃうよ。そり立つ壁じゃないよ、姿見だよ。壁力強い。これはボールの位置が悪いよ。あっと、早速向かっていった。やめとけって。ガストップがかかる。当然でしょう。お前、あの噂マジで信じてんの？自信に満ち溢れた表情を浮かべておりますが、ドクンドクンと脈打つようにして、はち切れんばかりに怒張したスラグが起立しております。なんてすごいな、饒舌。自信に満ち溢れた表情を浮かべておりますが、ドクンドクンと脈打つようにして、はち切れんばかりに怒張したスラグが起立しております。いや、フラグビンビンだな。ビンビンだこれ。積極的なアプローチ。二人初めての共同作業ですよ。あ、息を合わせて、いった。あ、磨き上げられた壁面には二人の行いをサイナムカのようにその姿が映し出されていますが、これは一体どういうことなのでしょう。あっと、ここで時間切れだ。時間切れか。延長には追加料金が発生します。何のお店だよ。あ、これ仕方ないや。あ、これ仕方ない。いそいそと部屋を後にしていきます。この放置プレイ、なかなか彼の方も思うとこあるんじゃないかね。これからというところでしたからね。じれったい様子がひしひしと伝わってきますよ。さあ、もう部屋をうろうろするしかありません。出ていた彼の態度が少し思わせぶりでしたからね。そんなはずはないと思いつつも、一度心に生まれてしまった疑念は彼の顔に深い影を落とします。私もね、若い頃ですけど、シャワー浴びてくるねって言うから待ってたら、そのままとんずらこかれちゃったことはありまして。中島さん、その時は、ね、ボールが転がってしまった。中島さんの悲しいエピソード。ボールが転がってきましたよ。はい、あ、そうですね、もうこれホイッスル近いですよ。お、ということはとうとう見れるのか、始まってしまうのか。あ、やだ。さあ、ボールを手にしっかりと反り立つ壁を見据え、これからどうしてやろうかというところ。どうしていくよ。相手がいない状態からの突然のスタートとなってしまいましたが、これからどのようなプレーを見せてくれるのでしょうか。観客一同固唾を飲んで見守っております。ゆっくりと手を伸ばし、そして
ブレイク、しっかりと握手をかわした。相手選手の肌はかなり白かったようにも見えましたが、中島さん、相手は幽霊と見てもいいんでしょうか。いや、実際見てみないと分かんないですね。まあ、見てましたけどね、気持ちは本当だったようです。そうですね、まあ、私の時はね、私が目が覚めたらもういなかった上に、もう財布の中身が抜き取られてましたから。中島聞いてしまいましたよ。すれ違いの様子を提出した。ん？何これ、実況と解説一緒に喋んないでくれ。どっち側の話聞いてやってくれよっていうのを、はい、中島さん、霊現象です、霊現象です。なるほど、そぎ立つ壁の破片が散らかってますね。よほど激しい試合内容だったのが見て取れます。激しかった。しかしながら油断してはいけません。まだ試合は継続中です。辺りを見回しつつの、さあどうなる、さあ取られた。おい、おや、おやおや、しかし見当たらない。一体どういうことなんでしょう。見当たらないぞ。たまらず外に飛び出した。ここで飛びろ、閉じた、閉じ込めたか。出てましたね、これ。閉じ込めた。そうなんですか、うん、いや私の目には全く確認できませんでした。今の一瞬の間に、相手選手が外に出てしまったということなんですかね。いや、一体と、あー、確かに出てるな。声は聞こえても姿は見えず。中島さん、はい、めっちゃ早く動いてます。道理で、しかも捨ててます。そりゃ見えない。よく見りゃ見えます。見えるらしいぞ、落ち着け、褒めろ。おたけびを上げて集中力を高める。爆笑していた相手、急に静かになりました。よくあるよね、この静かになるやつ。嵐の前の静けさに包まれる横浜アリーナ。さあ、横浜アリーナだった。笑ってたのに静かに。うそだ。オーチャージ決まった。リプレイすんなよ、リプレイやめろって。素晴らしい、すごいチャージを決めてました。すごいな。この監督は一切ありません。これもれしますね。さすがの人も、先ほどのプレーがスローモーションで流れておりますけれども。いや、怖いわ。中島さん、これ決まり手は何になるんでしょう。デカマラシャブリオンですね。デカマラシャブリオン、デカマラシャブリオン決まり手。ひどい名前。デカマラシャブリオン、デカマラシャブリオン。クソ煮込みうどん横浜大会予選、1分18秒の熱戦を制したババアの決まり手はデカマラシャブリオンでした。怪談新耳袋実況、今回はここでお別れです。解説に中島教授、実況はアルティメットハイがお送りいたしました。それでは今年もよろしくお願いいたします。さよなら。ありがとうございました。一日でも早く復旧できるようユーザーの皆様の応援を糧に頑張ります。頑張ってください。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。赤ご発生はシャグの味。この村には昔からとある言い伝えがある。タバコを祀らないとたたられる。隣の家のサッチャッチのライター行方不明なんだって。やり隠しじゃ。誰かが奉納してたタバコを盗んだ。タバコを吸った人が原因不明の肺がんで死んでるんだよ。タール1ミリのやつに人権なんてねえんだよ。ユージ、それアイコスじゃなくてグローよ。これが平安時代のタバコ。また値上げかよ。この村は昔謎の山火事が多発していた。喫煙者なんかみんな死んじまえ。私今禁煙中なの。ブクドゥーレン、ブクドゥーレン。だから子供をバラして紙で巻いて祀ったんじゃ。20年前、子宮が4つある女が不審死。マイルドセブンはもうメビウスなんだよ。あの時俺が吸ったのは砂鉄、いわゆる人柱、人ジョイントを作ったんじゃ。もう私嫌。大丈夫、俺がお前の分まで吸うから。誰かがタバコになればこの呪いは終わる。ガタガタ、タイガタガタ、抜かすな。タール600ミリ。この村からは誰も逃れだね。あなたを愛してる。矢には吸っても吸われるな。もう吸わないで。俺がこの呪いを終わらせる。気がつかねえ、まさかアメスピか。これは薬剤じゃ。矢にカスだって一生懸命生きているんだ。矢にカスなめんなよ。闇神様。